昔、自分が勤めていた老犬であった復讐。老犬っていうのは、リハビリ付きの老人ホームみたいなやつ。ある時、脳梗塞の後遺症で麻痺が残った、60代後半の A さんという男性が入所してきた。A さんの奥さんは、だいぶ前に病気で亡くなっており、娘がいるけど、奥さんの連れ子で、今はちょっと疎遠になっている。娘さんは、一応キーパーソンにはなってくれたけど、契約の時以降は面会にも来ないし、電話連絡の時も割と事務的だった。それでも、キーパーソンになってくれるだけありがたいけどね、職員としては。コロナ前のことで、同室者は頻繁に面会者が来る中、A さんは寂しそうだった。そんなある日のこと、談話室にいた A さんが、たまたまそこに来た面会客を、まじまじと見て、大声を上げた。マルコ？もしかしてマルコじゃないか？言われた面会客は、え、確かに私、マルコですけど。と面食らってたけど、次の瞬間、え、もしかしてパパ？と、この辺、自分は直接見てなくて、後で、他の職員から聞いた。多少の森はあると思う。A さんが、なんでお前がここにいるんだ？と聞くと、マルコさんは、私はお父さんの面会に。A さんは大喜びで、そうか、面会に来てくれたのか。と感激したけど、マルコさんは、違う、と。そこに、同じフロアの入所者 B さんが、車椅子でやってきて、70代前半の男性。リハビリ目的で3日前から入所。おう、マルカちゃん、来てくれたの？と、マルコさんも笑顔で。お父さん、どう？大丈夫？要するに、A さんの元奥さんが再婚した相手が、偶然同じ施設に入所してきて、A さんの娘さんは、A さんではなく、育ての親の面会に来てた。ちなみに、元奥さんの方も、少し離れたところにいたけど、A さん、こちらの方は全然気がつかなかった。その後、A さんの元奥さんと娘さん、あと、娘さんの旦那さんや子供たちも、しょっちゅう面会に来てた。談話室で和気あいあいと談談したり、リハビリを見学したり。その老犬は、在宅復帰超強化型で、がっつりリハビリして家に戻るのを目指すんだけど、家族みんなで、頑張って、早く家に帰ろう。と励ましてた。一方の A さんは、リハビリで ADL が上がっても、日常生活動作訓練、介護者がいないから家に戻せないな、困ったな。って状況。A さんがマルコさんに話しかけることもあったけど、マルコさんは、常に冷たい態度だった。一度、A さんが、マルコさんの子供たちに、俺がじいちゃんだ。みたいなことを言ったらしく、その時は、マルコさんは偉い剣幕で、子供たちに、違うからね。と言い、それ以後は、職員が注意して、B さん一家が来た時は、A さんを引き離すようにしていた。それでも、A さんは、わざわざ出てきて、B さん一家を恨めしそうに見ていた。一度、A さんがマルコさんに、食ってかかっている場面に出くわしたことがある。恨まれるのは仕方ないが、お前は、血を分けた実の娘じゃないか。父親に、ここまで、寂しい辛い思いをさせて平気なのか。それでも人間か。みたいなことを言ってた。そしたらマルコさん。その血を分けた娘の親友の母親と不倫して、娘を捨てたくせに。授業参観に、私ではなく、あの子の父親として学校に来たけど、その時、私が、どんな気持ちになったか想像できる？娘に、そこまで、寂しい辛い思いをさせて平気だったの？それでも人間？ A さんは青ざめて、ぐ、って、変な声を出して黙ったので。自分が、脳梗塞が再発したら怖いから行きましょうね。って部屋に連れて行ってやった。まあ、単に A さんの自業自得なんだけどね。マルコさんの復讐でもあった。うわ、読み返したら、わかりにくい文章になってた。
ごめん。A さんの元奥さんと娘のマルコさんは、しょっちゅう面会に来てたけど、それは A さんのためでなく、B さんのためってことね。談話室で B さんを取り囲んで、和気あいあいと談談してたり、B さんのリハビリを見学して、孫が頑張れって応援したり。余談だけど、今、自分は別の施設で働いてるけど、コロナ禍のせいで家族に面会できず、認知症が進む人が多い反面、もともと面会者がほとんどいなかった人は、逆に妙に元気になってきて、ちょっと切ない。自分は老後こっちになりそうだなって。